うん、柔らかいね、美味しいよ。これが家でできたら最高だよね、うん、最高。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はローストビーフ、おお、ようやく登場みたいな感じですね。ねえ、そういうシーズンです、うん、なかなかね、我々のチャンネル予算が限られてるので、うん、牛肉の登場比率がかなり低いですけど、そうですね、はい、いつも鶏か豚にね、そうですね、助けていただいてますが、今日は牛を買ってきました、はい。まあ、やっぱりこの季節でやっぱ牛肉のねローストビーフなんて出てきたときにはもうテンション上がっちゃうでしょ、ね、子供たちわわ言うよ ね、 ね、クリスマスだしね、うん、年末だしね、はい、はい、嬉しいです、はい。今日はね、ちょっとオーストラリアの牛さんに助けていただいております。まあ予算的にね、そうなんです、国産はね、やっぱちょっとお高すぎる、美味しいんだけどちょっとお高すぎるんで、今日はね、やっぱカジュアルなお肉ででちょっとそれをより美味しくする方法っていうことで、はい、提唱してくれると、そういうことですね、はい。であとはニンニク付け合わせですね、ルッコラとジャガイモ、あとは、ソースですね、玉ねぎ、バター、オリーブオイル、バルサミコ、白ワイン、蜂蜜、お塩と胡椒です。肉にね、下味つけましょう、うん、ね、塩と胡椒だけです。 550g あるので、まあ、そのぐらいのね、 5.5g ぐらいのお塩です。だいたい肉の重量に対して 1% ね、ブラックペッパー、手でいっちゃいますね。前バスケットに売ってるローストビーフ、薄切りにしてると美味しいよ。あ、美味しい。あ、じゃあ上手に作ってんだね。出来合いのやつでしょ。出来合いのやつ、うん、だからそれも絶対に和牛使ってることないじゃん。ないね。ってことはきっと美味しくなる。お高くないでしょ、前バスケット。いや、安いよ、ね、やっぱ薄切りにするのがポイントじゃない。ね、薄く切るね。熱いとね、やっぱどうしても残っちゃうもんね。そうそう、口の中ね。それがポイントじゃん、はい、すげえ雑なポイント。薄く切る、はい。まあ、一番はやっぱりね、火入れですよ。です、ね、やっぱり硬くなるのはやっぱどうしても温度が上がりすぎる、ね、それが怖くて生焼けもこう、ね、難しいので、やっぱりしっかりね、低温で時間をかけて火を入れていくっていうのは重要ですよ。それが一番のポイント。さあ、いいでしょう。で、これ、まあ、常温で焼いていくので、まあ、必ず常温に戻してくださいね。はい、はい、じゃあ焼いていきましょう、うん。お、余熱が、フライパン切っとらんの。あ、でもオーブンでじゃがいもも一緒に焼くから、じゃがいも先に切っとこうか、うん。付け合わせのじゃがいもも食べやすい大きさに切っときましょうか、はい、ね、はい。おすごい黄色いよね。黄色だね、ほんと。最近よくインカの目覚めでローズマリーソースを作るのよ、うん。おー、いいですね。子供喜んでパクパク食べるよ。ほんと、うん、OK、 じゃあいいでしょうか。お肉焼いていきましょうね、うん、はい。大さじ1ぐらいのね、オリーブオイル引いて弱火です。はい、肉から焼くの？お肉から焼きます。じゃがいもはもうね、焼かずにそのままオーブンに入れちゃいます。ああ、そう、今日はもう40分あるし、火入ってなかったらお肉は出すけど、じゃがいもだけそのままね、やっとけばいいので。なるほど、はい、今日はね、もうお肉低温で焼きますから、うん、オーブン何度ぐらい低温？120度。おー、はい、120度とか110度でもいいぐらい、まあ、ちょっとどんどん下げていけば時間はかかるんだけど、うん、じっくりね、やっぱ低温で焼いていきますんで、それが一番のポイントですね。難しいんですよ、ローストビーフって。実はなかなかやっぱ均一に火が入らないとか、1センチやっぱり塊が、ね、ね、高さ上がったら、ね、そうなるともうすでにさ、じゃあ何分やんだっけってなるじゃん。だからもう正直これっていうのはないですよね。一番いいのはやっぱりオーブンで温度しっかり測ってあげて、うん、中心温を温度計で測りながらやるのがもう間違いなく美味しくできるポイントです。さあ、油が、ね、熱しましたんで、お肉焼いていきますよ。どんどん地上に戻したお肉、そうですね。で、全面をね、軽く焼き色つけます。はい、側面も焼いていきます。ローストビーフなんてお家で出たことはないよ。ちょっとハードルが高い気するもんね。いや、この1200円ぐらいのお肉で美味しくなるんですか、みんな大喜びだよね。え、本当です。頼むよ、青池さん。はい、失敗しないように今日はちゃんと温度を管理しながらやっていきます。さあ、良いかな。じゃあ今度こっちですね、縦も少し焼いておきます。油が跳ねるね、やっぱね。はい、じゃあ跳ねるね。はい、OK です。もうこんな感じで軽くですね、はい、はい、じゃあ一度取り出しますね、トンと、はい。さあ、それではもうオーブンで焼いていきます。で、このフライパンはね、美味しい肉汁というかね、肉の旨味あるんで、これ洗わずにソースとしてこの旨味を使いましょう。じゃあオーブンで焼いていきますよ、はい。で、じゃがいもね、並べましょう。じゃがいもにお塩と胡椒しますね。です。じゃあちょっとね、あえておきましょうか。ほんとこれなんか、さつまいもぐらい黄色いよね、インカの見た目ってね。ね、ほんとだね。ね、なかなかじゃがいもの色じゃないね、これね、完全ね。じゃがいもにもオリーブオイルね、ちょっとかけておきましょうね。それで、先ほどのお肉を乗せます。
こう隙間があることで、ね、肉汁がポトッと落ちてじゃがいもに染み込みますからね、はい、最後いいですか、うん、ニンニクね潰してドンとで乗せるだけ、少しニンニクの風味もつけましょう、皮ごと置いちゃいますね、はい、はい、じゃあ焼いていきましょう、はい、さあここからが勝負ですね、120度の予熱したオーブンでまず40分ね、はい、はい、で途中で20分ぐらいの時にまたお肉をひっくり返してください、なるほど、これね肉汁が下に溜まっちゃうんで一回戻してあげるっていう作業ですね、じゃあお肉ひっくり返します、はい、よいしょ、目安は何なの、中の温度が5、60度になってればいいと、まあ55度ぐらいだね、うん、はい、55度ぐらいまで一回出そうか、うん、でちょっとひっくり返します、はい、肉汁をちゃんと回してあげると、で温度測ってみましょうか、今真ん中一番熱いところでギュッと、うん、まだまだでしょ多分、お、でももうだいぶ40度ぐらいまで上がりましたね、ね、49度ぐらいだから、あと20分ぐらいかけて中心を55度とか、なるほど、そのぐらいまでかけていく、はい、はい、じゃあ一回出します、50分やりました、はい、ね、よいしょ、じゃあ測ってみましょう、うん、40分の時も一応測ったよね、そう、いきますね、ドンと、いいですね、何度いいですか、55いきました、あ、もう最高ですね、57ぐらい、いや、いいと思います、 OK、うん、じゃあもう十分ですね、ここからはアルミホイルね、しっかり余熱で火入れていきます、うん、よいしょ、こうかな、さあ、でちょっと一重じゃ心もとないのでもう少し巻きますよ、なるほど、はい、もう熱を逃がさないためにね、はい、30しっかり、はい、すごい、間違いなくね、熱逃げませんから、はい、 OK です、じゃあこれでお肉焼いた時間と同時間ぐらい、なるほど、じゃあ50分ぐらい、50分寝かしましょう、はい、ね、あったかいところ、できればあったかいところね、あのガスコンロ、オーブンの上は、オーブンの上は熱すぎんじゃない、熱すぎなんだ、うん、まあ、この近くでもいいと思う、はい、でここからここで火使うしね、うん、はい、できれば途中でこうやってまたくるっと戻してもらって、はい、肉汁を安定させてほしいと思います、うん、では待ちですね、で、はい、じゃがいもがまだ火通ってません、うん、これ200度ぐらいにちょっとオーブン上げてもらって火が入るまでやってください、はい、お肉しっかり休ませました、はい、開けてみましょう、よし、うん、はい、まあ見た目から何も分かんないね、うん、分かんないね、はい、切った時でしょ、 OK 切った感じ、はい、分かるからな、行きます、うわ、いい感じでピンクじゃないですか、美味しそうですね、これまた、うわ、すごいうまそうだね、どう、いいじゃん、いいじゃん、いい、いいじゃん、いいじゃん、 OK、 どう、うまい、じゃあ盛り付けしようぜ、柔らかい、ではソース作りましょう、はい、ね、じゃあ吸っていきますよ、こっちか、これ初めて玉ねぎこれでするな、じゃあ吸ってみよう、おー、いいね、いいね、できてる、できてる、うん、すれてる、すれてる、新しくした道具ですね、これいろいろ、もちろんチーズ削るときとかね、お、いいじゃん、いいじゃん、できました、うん、じゃあソース作ろうか、はい、お願いします、ね、ではこのね、お肉の脂、旨味があるところでソース作っていきます、うん、火にかけましょう、油がねちょっと多いなって方は少し拭いてください、でもそんなないからね、いいよね、じゃあ玉ねぎ、これだけでも美味しいソースになるからね、正直、でここで白ワイン入れます、さらにさらに旨味をこそぎ落とすと、アルコール飛ばしてますね、はい、そしてバルサミコ入れますよ、はい、はい、ね、この肉の旨味を生かしたソースのことをあのいわゆるグレイビーソースっていうでしょ、グレイビーソースっていうか、そう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 、だからグレイビーソースの一種ですね、だからまあ例えば大根おろしで作ろうが、ただの赤ワインソースで作ろうが、グレイビーソースですね、肉のソース、はい、そして少し甘みを加えますよ、蜂蜜です、ね、玉ねぎの甘みとね少し蜂蜜で足してよりコクを出すと、最後です、最後にバター、無塩バターですね、これでさらにコクが出ると、美味しそうなソースですね、ね、肉をつけたくなるソースだね、それ最後ちょっとお塩します、ね、ソース自体にも味いきました、これでじゃあソースは完成、はい、じゃあいただきます、どうぞ召し上がってください、柔らかい、ね、美味しいよ、バッチリバッチリ、これが家でできたら最高だよね、うん、最高ですね、本当に塩とオリーブオイルで最高にうまい ね、 ね、うん、ほんと美味しい、頑張ったね、オーストラリア牛十分だ ね、 ね、本当にちょっとね和牛の方がいいかなって思ってたけど、うん、十分海外の赤身肉美味しい、いや美味しかったこれ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またこちらのワインを含めた6本セット、赤ワイン冬のおすすめ6本セットです。1万5000円で絶賛発売中です。よろしければお買い求めください。